速稼塾の久保でございます。吉谷さん、まあ今ね、吉谷さんは自分で売り上げ作ってますし、昔の会社にまあもしね、このまんまあのまんまいたらこうはなってなかったと思うんですよ。ですんで良かったんじゃないですかね。自分一人で独立突破をできて、今だったら昔の会社吉谷さんのことを本当に欲しがるんじゃないかなと思うんですよ。でもそう考えてみたら、昔はそのお金の問題をね、そのグループ会社に責任持ってもらおうと思ってずっと帳簿つけてたわけじゃないですか。その時点でもうね、自分自身甘かったなっていう風に感じてると思うんですよ。だから本当にいろんな意味で鍛えられたんじゃないかなと思いますし、本来のビジネスをずっと教わっていたんだろうなと思います。で今ね、ご自身のビジネスをされていて、でもたまに昔のことを思い出すじゃないですか。私がね、見ていて思うのは、前の会社のことも私もね、無関係じゃないんで、存じ上げておりますけども、でもね、吉谷さんのことを見ていて、いまだにその会社でのカリキュラムが続いてるというふうな気がしますよ。今本当に振り返って、吉谷拓郎っていうブランドが一つぶち上がったんじゃないですかね。いやすごいなと思いますよ。本当にお疲れ様ですよ。おめでとうございます。その思考に至ったことがすごいと思います。でなんでこういうことを言うかっていうと、実はね、私も同じようなことをしてきたからなんですよ。で私はですね、以前ちょっと社名はとても言えないんですけども、結構大きな会社に、グループ会社に私も所属したんですよ。その所属した1セクションが麻雀店だったんですよね。ですんで麻雀店ってのも私が一からぶち上げたわけではなくて、麻雀店っていうのをやってみないか、経営に参加しないかっていうことで持ちかけられて、その時にその麻雀店をグループ会社にしていた、その大きな会社ですね、これね、兵庫県から、それから山口県の下関までビシッとね、店舗が20数店舗拡大していて、で年商で130億ぐらいの、まあバカでかい会社だったわけですよ。その会社が私を雇いたいと言ってきたんで、しかもお店の店長としてね、これは不動の店に来たなと、ついにチャンスが来たなと、まあ月収30万ぐらい確定だなと思ったんですよ。当時私はヘルパーで月収が20万前後でしたんで、社会保険などがついて会社の名刺があって、そしてですね、月収30万以上が確定したんだったらやったなと思ったわけですよ。で私はそこの麻雀店の、まあ、店長としてね、就任することになったんですよね。麻雀店にお客さんいません。自分でお客さん集めないといけないんで、だけどもそのための費用は会社が持つからってことだったんですよね。いや嬉しいじゃないですか。だって最初のスタートアップの資金を誰かに出してもらえてね、それによって人を募集して、それによって設備を整えてってことが本当に夢のように輝いてきたわけですね。で私は麻雀店の箱をいただいて、で予算枠をね、自分で請求した分だけ出してくれるわけですから、そりゃ人もね、女性オンリーをですね、十数人雇って、それでもまだまだ募集かけて、募集広告をいっぱい出して、もう本当にね、まあ周知に来るんじゃないですけども、自分の気に入った女の子を面接して、どん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 採用して、で麻雀を一人一人ね教えていって、のんびりとやろうと思ったんですよ。本当にね、毎日ね、大学のサークルに参加するような感じで、お客さんが来るとか来ないとか関係なく、ほんわかほんわかと麻雀はこうやるんだよって指導してましたね。いやーお金、これでお金入るんだったらいいなと、お客さんで来てないけどなみたいな感じだったんですね。さあそれですよ、さすがにお客さん来ないといけないんで、私はねイベントを組んで、そのイベントによってお客さんを集客することにしました。広告を出しましたね、広告の撮影しましたね、お金をバン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 使いましたよ。社内の設備を整えましたね。で大盤振る舞いで看板もいっぱい立てました。もうこれでね、自分も一発の経営者気取りだったんですよね、吉谷さん。そしてなんとですね、入社して2ヶ月目が来る頃、入社して2ヶ月目が来る頃ですよ、その会社が一気に債務超過になって、すまん久保君、金は全くないんじゃ、だから今まで使った分は独立採算でやってくれ、自分で面倒見てくれって言われたんですよ。しかもこれから売上の 5% を会社に入れてくれとまで言われたんですよね。で私はね、会社に 5% 入れてくれはさすがに飲めなかったんですけども、独立採算だけでも本当にどうなるのかなと思いましたね。入社してまだ1円もお金をもらってない段階で、もうすでに私はね、いろんな設備投資しちゃったんですよ。人材も雇用しちゃったんですよ。雇用していきなりクビにできませんよね。シフトもガンガン皆さん入れたんですよ。無駄にシフトをバンバン入れたんですよ。そのお金を、何？今日から俺が全部責任持つぞみたいな、業者の支払いも来るぞ、
やべえよって感じになりましたね。もう誰もお金を払ってくれない、お金を払ってくれるはずだったグループ会社が倒産の危機ですよ。その後倒産するんですけどね。いや、どうなるんやと思いましたね。俺も倒産かと思いましたね。で、私はまあ例のね、網戸とか電気温水器のノウハウがあったんで、こっちの方が儲かったじゃないか、ヘルパーの方が儲かったじゃないかっていうふうに思って後戻りしようと思ったんですけども、ヘルパーの仕事も週6日から2日に減らしたところだったんで、また増やしてくださいなんてことはなかなか言えないわけですよ。言ったところでできないですしね、もう。で、例の、ね、あの田舎を回る網戸の仕事も、もう、できないんですよ。軽自動車をもう潰してしまって、売却っていうかね、廃車にしてしまって、その時に乗ったのは、意気揚々とね、私はね、セルシオになったわけですよ。やった、セルシオだみたいな感じでね。ついにセルシオ買っちゃったわけですよ。そのセルシオの支払いも来るぞと思ってね、一括で支払いますみたいなこと言っちゃったんで、一括で支払い来るんですよ。ということで私は麻雀店勤務の2ヶ月目にもうね、大債務超過を個人的にも起こしちゃったわけですね。これはね、とにもかくにも自分が経営者ではなくて、グループ会社からもらえるお金を当てにして勝手なことをやった、そのね、ほんとツケですよね。こういうことがあるんだなと思いました。騙されたわけではない、真面目にやっていたんだけども、会社はなくなったと。そして債務は私一人に乗っかってきたってことですよね。そしてグループ会社を見るとね、グループ会社いろんなところに連絡問い合わせをしたりとか言ったら、社員はどん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 解雇になってるわけですよ。で、早く辞めた方がいいよとも言われました、うん、いやー、ぼーっとね突っ立っていて、私はね、血の気が引くのを覚えたのと同時に奮い立ちましたよ。よっしゃ、この会社を利用して俺はもう一発のし上がってやるしかねえぞみたいなね。この会社、赤字で倒産したが、しかし、経営していた実績はあるはずだと。この会社の名前だけは残ってるはずだと。この会社が、何社のね、取引先下請けを持っていたんだっていうふうなところに目をつけて、再起は可能だと思ったわけですよね。うん、一時期、ドカーンと売り上げを上げた、もう、業界ではね、ほんと、飛ぶ鳥を落とす勢いの、その会社ですから。ちなみにね、スロットと、パチンコ。こちらの方がメインの事業でした。ですんで、多分ね、名前を出したら知ってる方もいると思うんですよ。だからちょっと名前出せません。本社は、下関市にありました山口県の大木町ってところにね。ここまでしかすいません、言えません。で、とにかくすごい会社だったんで、私はね、チャンスだと思って入ったんですけども、こういうことになってね。だからすごく吉谷さんに似てる部分あるでしょ？吉谷さんは、こうやってずーっと作った、貸し付けたお金を、最後は会社に面倒見てもらおうと思った。私も同じように自分で使いまくった経費、もちろん会社のね、将来のために投資するために頑張るためにですよ、将来的には利益出すためにやってたわけですから。で、そういったものが会社に見てもらえなくなった。で、お互いね、その借金は自分で被ることになったんですよね。でも考えてみたら、ビジネスって当たり前ですね、これがね。自分で考えて投じた借金、自分でやったんだけども立たなかった売り上げ、この両方の面倒を見るから経営者でありビジネス起業家なんですよね。当たり前のことですよね。今だったらそれがよくわかるんですよ。で、同時にですね、手の内にあるカードを使えばロイヤルストレートフラッシュに対抗できなくても3カードぐらいには勝てるんですよね。だから勝てる勝負をずーっとやっていけばいいんですよ。勝てそうなフィールドで勝てそうな勝負をやっていけばいいんですよね。売れそうな商品を売れそうなマーケットでやっていけばいいんですよ。で、私は店舗ってものがありましたんで、麻雀店をいきなりラーメン屋には変えることができません。まあ、ですんで、麻雀店をね、しばらく続けることになったんですけども、でも、そのうちに出会ったのが、経費のかからないインターネットのビジネスだったってわけですよね。そこが、吉谷さんとの出会いにもなったわけですよ。で、はばかりながら、吉谷さんが、会社を離れて、自分のビジネスを始める前に、私は自分のビジネスを始めていました。もう、そのところはね、吉谷さんもご存知だと思いますけども、麻雀店の薄汚れたね、40歳の親父がやってきて、パソコンもろくにできんと、インターネットビジネスだって夢を描いてね、吉谷さんにこうやって撮影 されながらですよ、吉谷さん撮影しましたね、いつもね。撮影されながら、私なりにやってきたことを、まあ、六本木ヒルズで喋ると。ね、あそこで喋っていて、多分ね、私も感じたし、他の人も感じたと思いますけども、この久保哲郎って人間は、他の、そのね、ビジネス塾に入ってきた人間と違うことをやってると。
違う結果を出すに違いない。いや、もうすでに出し始めてるなっていうふうに感じていただいたと思うんですよ。一番最初に六本木のそのレジデンスに行ってね、他の方とお会いした時は私は似たようなもんでした。2回目はもうすでに違いました。私はもうすでに売り始めているよと。そして私はこんなことをやっていると。もうビジネスの講師として広島で速稼塾ってものを始めてるんだと。もう塾生もいるよと。塾生も売り上げ上げてるよみたいなね。2ヶ月目で。で、すでにその時に、その全体のね、ビジネス講師の方は、まあ、親玉ですよね。親玉の T さんって方ですよね。吉田さんね。ちょっと名前出すのやめていきましょうね。あの方はね、よく私のことを引き合いに出してくれるようになりました。広島で久保さんはこうやってると。広島出身なのわしも一緒なんだ。うん、で、速稼塾っていうのは、人と会って話すっていうのを徹底的にやってるから売れるんだと言ってくれましたね。そういうふうに私のことを引用してくれるもんだから、ますます塾内でも個人的にご連絡いただいたりとか、頼ってくださる方がいたり、その、同じ塾の中で速稼塾に入りたいっていう方もいらっしゃって、お迎えしたってこともあったりね。だからそういうので、やっぱ追い風が来たかなと思うんですよ。もうその目の前にある状況を全て使えば、もう3カードには勝っていけるんですよね。もちろん、それ以上の大きな手札には立ち向かっていけないですよ。でも、常にマーケット、ビジネスってのは相対関係ですから、そのマーケットの中で、その小さなマーケットの中で、広島というマーケットの中で、自分よりも強いものがいなければ、勝ち続けることができるんですよ。で、私がその当時、2013年当時、もうね、やっぱネットビジネスは東京だろうと思って、東京に出て行ったらコテンパンだったと思いますよ。だから私は地方にいて、自分にもう合ったサイズのね、マーケットで、広島ナンバーワン速稼塾、速稼塾ネットビジネススクールですって感じで、プロモーションをずっと続けたわけですよね。そしたらやっぱりね、広島で一番、本当の一番どっかにいるかもしれませんけども、一番は出てこなかったんですよ。だからずっとネットビジネスナンバーワンを語って入れました。だって他に、いやいやこっちが一番だよって出てくる人いなかったですからね。で、検索しても、ネットビジネスやってるところはちょっと目につかなかったんで、アフィリエイトスクールボーッとやりましたよね。生徒さん集まりますよね。そりゃね、稼げますよ、だって自分しか戦ってる人いないわけですから。ということでね、ずーっと継続していくと人はいなくなるんですけども、私が始める時にもすでにいない状態でしたよね。で、多分未だにいないんじゃないかなと。久保哲郎の速稼塾ってものが広島市内から去って隠居ってことをしました。要するに、表立ってビジネスはやっていないんですよ、もう。ね。結果的にやってますけどもね。やっていないんですよ。だから、ガラ空きの広島ってマーケット、そこで仮にもトップを走っていた久保哲郎の速稼塾がなくなったのに、なんとね、2番手が1番になることはなかったんですよ。2番がいないんですよね。まあ何人かいたかもしれませんけども、中には残念ながらね、インチキな人もいらっしゃったみたいです。まあ、塾生の中にそういう方がね、いたとはね、思えないんですけども、まあ、インチキな、なんとかスクールってのやって、お金を、むしり取っていた人が一瞬出てきましたけども、すぐに、バレて、消えていきました。なんでバレたかというと、やってない人がやったふりをしてるからなんですよ。そんなことはね、やっていてやったふりをしてる私から、比べさせると、すぐわかるんですよ。やっていてやったふりをしてるってどういうことかわかりませんけども、そのままやってるってことなんですよ。未だにやってますからね。だからビジネスってのはね、結局これ動画のまとめになりますけども、今ある状況を使って勝負し続けることなんですよ。今ある状況ですよ。 YouTube のアカウントあるでしょ。じゃあ YouTube のアカウントを使っていけばいいんですよ。 Twitter のアカウントあるでしょ。じゃあ Twitter を使っていけばいいんですよ。ブログ開設できますよね。無料ですよね。どんどん使っていけばいいんですよ。要するにこうやって知らせることによって、それがそのまま集客になり、その集客したところにどんな商品を置くか、どんな人の悩みを解決できるようなものをそこに提案するかってことだけなんですよ。この繰り返しをしてるわけなんですよね。私はお金の問題の解決をしてますけども、実はね、恋愛相談もしてるんですよ。これがね、結構売れてるんですよね。セールス全くしたことないじゃないですか。でも連絡くださった方の中に、まあ男女関係の悩みを持ってたりとかね。で、40代で結婚を考えてるんだけども、申し訳ないけども20代ぐらいの女の子と結婚したいなって方はご相談いただくんですよね。この前はね、55歳の方からご相談いただいて、で、どうしても好きなね、20歳ぐらいの女の子がいるんだけども、絶対釣り合わないし、自分にはね、魅力的な特徴もないし、でもこの思いをね、一回ぶつけたいんだってことで、まあ私がね、
相談させてもらいました。半年計画でした。振られました。でも満足度は高かったみたいです。いや、一生に一度最後の勝負と思って、自分の理想的なね、自分から見たら、もう AKB のステージに上がってるセンターの子みたいな、そんな子にね、半年間かけて、いろいろと作戦を組んで、トライして、で、最終的にはダメだったけども、本当に尊敬されているっていうことがその方から、その女性から分かったんで、本当にね、振られて満足だと。これから新しい気持ちで、本当にいい関係で、その人と一緒に仕事に取り組めるんだっていうことをね、言われてましてね。うん、私も最後はね、感動の涙でしたね。本当にいいのは、もしかしたらその子と恋をしてね、結婚することだったのかもしれませんけども、でも私はね、そうならない未来もレクチャーしてたんですよ。で、そうならない未来がなんでいいかってこともレクチャーしてました。自分の一番大好きな女の子がね、自分の手によらずとも幸せになっていく姿を想像したらあなたはどう思いますかと。何でもかんでも自分が独占して自分の力でこの人を幸せにするみたいなエゴが走ってませんかってことなんですよ。そうなんですよね。自分の思いを遂げることとその人を幸せにすることってのはイコールじゃないこともあるんだよってことね。こういうのね、半年間私は語りかけながら振られたバージョンのことも考えてたわけなんですよね。もちろんうまくいった時にはうまくいったバージョン、その苦しさ、リスクってものもお伝えしました。その方55歳、恋をした方は21歳。この年の差あります。10年経ったら65歳と31歳です。はたから見たら、カトちゃんコンでいいのかもしれませんけども、介護をさせるんだよ、その女性に。ってことも語りかけていたし、あとは55歳のあなたと21歳のあなた。21歳の女の子が、もしね、子供を希望していた時に、あなたにはもうすでに生殖能力がないと思いますよと。そして、ブライダルチェック行ってみたら、やっぱり、もう厳しいんじゃないかなってこと言われて、もし結婚したら、この女の子の子供を持ちたいという夢を、あなたが、一番大好きなあなたが潰すことになるってことも覚悟できてますかってことでね。そしたら、私は気持ちに正直になりながらも、ベストなのは、振られたまんまいい関係でいることなんじゃないかなと。そしてきっと、自分がもう叶わないような素敵な男性が出てきて、その人を幸せにするところを見ていく。そして、私もそこに、陰ながらね、応援できることなのかな、みたいなね、結論を導き出していましたね。ですけども、自分の気持ちをしっかりと伝えることもできたと。万々歳だというふうなストーリーになっていましたね、うん。ちょっと関係ないこと言いましたけども、その恋愛ネタってのもね、結構、年の差恋愛とかは私はね、よく売れてるんですよ、この半年ね。うん、で、もともとは、その、3年ぐらい前ですかね、2017年隠居した時に、恋愛商材ってものをちょっとだけ出したことがあるんですよ。多くの方知りませんけども。で、恋愛商材ってのは何かっていうと、大好きな人に気に入られるために、その人の理想的な自分になっていこう。それを繰り返すことによって、自分は磨かれていて、誰からも好かれるような人間になっていくんだっていうね。そんなプログラムなんですよね。要するに、人を好きになるってことは自分が好かれる、その入門なんだよってことなんですよ。誰かを好きにならないときって、自分は好かれなくてもいいっていうふうな気持ちも出てくる。要するに、モテなくてもいいと思った瞬間、男は終わるってことなんですよ。ヘアスタイルもめちゃくちゃ、ファッションもめちゃくちゃ、言葉遣いも適当、エスコートの精神なくなる。それを草食男子っていう言葉でごまかしているけども、実際はあなたにも女の子にモテて、チヤホヤされて、愛されて、大事にされたい気持ちがあるはずだっていうことでね、焚きつけるわけなんですよね。まあ焚きつけるっていうか、はっきり言ってそうだと思いますけどね。だって可愛い女の子に、やっぱり手を握られたいし、見つめられたいわけなんですよ。男の子はね。で、いくつになっても、やっぱりね、こう、40になっても50になっても、20歳前後の若い女性がね、大好きなわけなんですよ。で、そういう人に好かれたいと思うんですよ。できればそういう人と一緒に、年を取って、30代、40代、50代、60代と、その、愛する女性が変化していくところ、年を重ねていくところを、ずっとね、見ていたいという気持ちはあるんじゃないかなと思いますよね。もちろんない方もいますけども、そういう気持ちをお持ちの方には、私はね、寄り添っていけるんじゃないかなと思いまして、ロスジェネ世代の男性に恋愛の指南、なんぞをね、させていただいているわけなんですよね。はい、ですんでね、もうね、金なし、コネなし、学歴なし、今仕事もありません。将来も不安です。っていう風な、本当にね、ちょっと俺自分自身どうかな、みたいな男性も、恋愛は別です。恋愛はそういうスペックがなくてもちゃんと向かっていきます。いや、恋愛に向かっていくことによって自分のスペックが上がっていくっていう風に逆転の発想ですよね。何もない自分が人を愛することによって足りないものに気づき、その足りないものを本気で構築するような40代の生き方、50代の生き方、こういったものが商品として
まあ、提供できたっていうことも私の喜びかなと思います。はい、ちょっと長くなりましたけどもね、吉谷さん、吉谷さんがその会社に対して感じていた思いとね、私がその私のグループ会社に感じた思いと重なるところがあるんですよ。本当にだからそういう意味では吉谷拓郎、久保哲郎、同じ朗々とした人生をね歩んでいけるんではないかなと思うんですよね。いや、よくまとまりましたね。ということで今回の5万字の女合宿レイジは、吉谷さんと私の秘めたる共通点、あまり話してなかった話というものでいただきましたけども、私も似たようなことをお話しさせてもらいました。いや、だからね、全ては恨みではなくて学びなんですよね。全ての拒絶は自分の力をつけるための最初のステージなんですよね。人から拒絶されるからこそ始まる自分の進化なんですよ。恋愛でも同じです。ノーって言われるから、振られるからこそ自分が強くなる、さらに振られない自分になっていこうというふうにね、真摯に向き合っていけるんじゃないかなと思いましたけども、皆さんいかがお感じだったでしょうか。それでは本日はこのぐらいにしておきましょうかね。長い話になりましたけども、深夜3時38分、夜中はね、話しやすいですね、静かですね。電話もかかってこないし、ほぼほぼでいいんで、いやー、ノンストップで話させてもらいました。ありがとうございました。いってらっしゃい。